それでは砂袋で政権を鍛えます。政権の鍛え方は実に多くの方法ありますけれども、この砂袋で政権を鍛えるということは、またその中でも大変効果があるものだと思います。まあ、砂袋でも非常に硬い砂袋、これは砂の量によって硬さは変わってくるんですけれども、これは約3分の1程度入れた砂ですから、砂袋ですのでそんな硬くはありません。実際に立ち木を叩いたりする、しかしイメージとしては5センチ10センチあるいはそれを貫くというようなイメージを持つことは大切ですけれども、実際に硬いものを叩いた場合ですね、そういったイメージを持つことは非常に難しくなってきます。しかしこのような柔らかいものを叩いた場合はですね、実際に手が中に入ります。叩くことによって中に入ります。このようなイメージが非常に持ちやすいです。また手がだん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 中に潜ってきますとですね、この握りがどうしても途中で中途半端になったり手首が曲がったりということがありますけれども、しかしこういった中でもですね、握りが崩れない、しかも手首がこう回らない、叩き方はイメージと実際の拳を鍛える、手首を鍛える、総合的に鍛えるには非常に効果的かと思います。中心を正確に取ってですね、正確に取ってまっすぐ、はい、1、2、3、4、5、よいしょ、はい、はい、それでは実際の鍛錬に入っています。よし、このようにだん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 砂がへこんできますとですね、どうしても手首がこう曲がったりブレるというような場合がありますから、例えば意識的にこちらを10本叩いてこちらを10本叩く、あるいは1本叩いて2本叩くという、そういった鍛え方もあります。皆さんは木曜物を正確にいずれにしても捉えるということが大事だと思います。はい、やってみます。よし、はい、1、2、3、4、5、はい、6、はい、直れ。そうですね、またこういった柔らかいものをつく、またこれ以上硬くするという、そういった方法もありますから、ぜひとも皆さんはいろんな硬さにチャレンジしてもらいたいなと思います。私今裏拳を鍛えておりますけれども、これは裏拳そのものを鍛えるということも、もちろん大きな目的の一つですが、これは正拳を完成するためには今私がやりました裏拳というのが非常にこれは効果的です。裏拳も人差し指の部分、中指、また本当に拳の裏側ですね、この部分を鍛えてからこそ強い正拳が身につきます。皆さんこう握った時ですね、マキャラのところでも説明しましたけれども、拳がですね、固まってない人はこの肉が皮が動いてしまいます。しかしその皮が動くことによって実際叩いた時に拳がぶれるというようなことが多々あるわけです。でこの完成されたですね、拳を作るためにはやはり何といっても正拳だけではなく裏拳全体を鍛えなければいけない、人差し指、中指、あるいはその裏ですね。ですからこういういろいろな立ち木を叩く、あるいは巻き藁を叩く、またこの砂袋を叩く、いろいろなものをですね、叩くことによって、その都度その都度刺激が違うはずですから、一つの刺激に慣れてしまったらですね、その鍛えるという目的からは、多少外れます。もちろん鍛えることには間違いありませんけれども、一つの刺激に慣れきらないようにいろいろな刺激の中でですね、自分を鍛えた方がいいのではないかなと、そのように思います。